今回は前回ご紹介したアンティークなお花のデザインに合うデザインをサブメインとして、そして新しく購入したオーロラミラーパウダーを使ったデザインでご紹介していきたいと思います。これも新しく購入したオーロラパウダーのスティックミラーなんですけれども、オーロラといってもいろいろな輝きがあるので、またですね使っていくときにご紹介していきたいと思います。それではですね、前回と作った焦げ茶とクリアを混ぜたクリア感のあるカラーを小指人差し指に塗っていきます。前回のメインをアンティークっぽく仕上げていたので、今回もですねサブデザインとしてアンティークっぽく茶色のカラーをクリア感を出して塗っていきます。こういったクリア感のあるカラーって実際塗っているとちょっと薄く見えて、私何回かこう重ねてしまう癖があるんですけれども、結構薄めに見えても色はしっかりと入っているので薄いぐらいでちょうどいいと思います。では早速ですね、新しく購入したミラーペンシルですね使っていきたいと思います。このカラーはオーロラパウダーといってもイルミネーターというなんかちょっと虹色っぽく輝く感じなんですけれども、ちょっと輝きがどちらかというとちょっと黄色っぽい感じに見えるんですが、実際爪に塗るとどんな感じなのかちょっと楽しみです。まずはノンワイプのトップジェルをですね全体的にコーティングして硬化していってください。根元グラデーションのようにしていきますので、このスティックを使っていただいて、まずはですね根元のところにこのようにですねしっかりとこの根元の端にですね擦りつけるような感じで、まずラインになるような感じで U の字の反対の G を書くような感覚です。まずは根元のところをラインを書くような感じでこんな風にミラーつけていってください。しっかりとカラーの始まり、根元サイドのところをですねミラーしっかり擦りつけてあげてください。やっぱり皮膚が邪魔になってくると思うんですけれども、もうグッと押さえつけるような感覚でやってください。でそこからですね下に向かってさっさっさと引くような感じで動かしていただくと、こんな風にグラデーションができてくるんですが、の下に向けて爪先に向けてですね引っ張っていくときに、爪先になってくるとこう力が弱まるような感じで、さっさと下まで強くやるのではなく、力を抜いてさっさと引っ張るような感じでやっていただくと、こんな風にグラデーション出来上がってきます。イエローに輝くような感じのこう何とも言えない輝きなんですけれども、これもすごく素敵だと思います。これもですねベースのカラーによってまた出方がちょっと変わってくるような気がするので、いろいろなカラーで試してみるといいと思います。ではこんな感じで一旦ですねトップジェルでコーティングしてしまってください。硬化が終わったら未硬化ジェル拭き取っていただいて形まで整えていきます。この未硬化ジェル拭き取るときにですね根元とかに入り込んだミラーしっかりと拭き取ってあげてください。クリア感のあるワンカラーにこんな風に根元にですねミラーグラデーションやるだけでもとっても素敵なんですけれども、ここにさらにですね少しアレンジ加えていきたいと思います。またまたネイルタウンのアイシングジェルを使って、これは細筆でラインを描いていきます。根元フレンチになるような感じでですねラインを重ねて描いていくんですが、この時のラインはいびつな感じのラインの方がいいので、一本ラインでこの根元フレンチを描いていくのではなく、ところどころこう切れるような感覚で、切れながらつなげて切れながらつなげてというような感じで、こんな風にですね細いライン描いていくといいです。ただこのライン描いていくときですね、根元グラデーションにですね最初、ミラーでやっているので、ちゃんとミラーがあるところだけをですねフレンチにしていくような感覚でやっていただかないと、このカラーが見えているところに引いてしまうとちょっとおかしくなってしまうので、ちゃんとですねミラーのところにやってあげてください。で硬化していただいたら同じようにですねミラースティックでこすりつけていきます。さっきは焦げ茶のクリア感のあるカラーの上にミラーをやったので、ちょっと黄色が強かったんですが、またミラーの上にミラーをやるとちょっと白っぽくも見えるので、白のベースとかにですねこのミラースティック使っていただくと、もうちょっとこう白っぽく輝くオーロラ感がですね楽しめるような気がします。根元にグッとアクセントが出て、とっても素敵なデザインに仕上がったと思います。いいねと思ったらいいねボタンお願いします。そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ミラーアクセサリーの定番が結構やっぱゴールドが強いと思うんですけれども、ゴールドだけでなくこういったオーロラ系のものですね、今すごく人気なので、オーロラのパウダーを使って楽しんでいただくのもありだと思います。ではその他の指もですね楽しんでいくんですが、まず中指はですね同じようにクリアブラウンにしていただいて、ここにもですねオーロラミラーをちょっと入れていきたいと思います。ここにはこれもですねまた新しく購入したネイルパフェの
オーロラミラーなんですけれども、このオーロラミラーとアイシングジェルを混ぜてみます。アイシングジェルの中にオーロラパウダーを入れ込んでみようと思います。通常アイシングジェルで形を作って、その上にですねミラーをこすりつけていくというのが定番なんですけれども、もうアイシングジェルの中にですねこんな風にパウダーを入れてみました。これがどんな風に出るのか、これもですね実際やってみたいと思います。ミラーアクセサリーもいろいろな表現の仕方あると思うんですけれども、ここはですね爪先から枝のようにこういびつな線がですねこう上に向かってこう出ているような感じのものをですね描いていきたいと思います。こういったいびつな線ってあえてこういびつに描こうと思うとなんか綺麗に描けてしまったりすることあると思うんですけれども、私も意外といびつな線を描くのが苦手だったりするんですが、もうちょっとですね気を抜いていただいて、もうこんな風に描こうというような感覚で描いていくのではなく、こうもう筆のですね動かし方でその筆のこう行くままにというような感じでですね描いていただいた方が結構自然な感じに仕上がったりするので、そんな風にですね描いていただくといいと思います。さっきの根元グラデーションとはまたちょっと違って、中に入れるとオーロラ感がすごく引き立つような気がします。オーロラ感は強く出るんですが、ただやっぱりこすりつけるのとはまたちょっと違って鏡のような感じの輝きはやっぱりこすりつける方がですねあるかなと思いました。ただデザインによってはですねいろいろと楽しんでいけるので、この方法もありかなと。それでは残りの指ですね、5本指で他の指も仕上げていきたいと思います。親指はメインと同じデザインにして、小指人差し指も同じサブメイン、そして中指はですね今楽しんだオーロラのこうミラーをこのアイシングジェルと混ぜたやつですねをまた入れていくというちょっと一本外しの感じのデザインで仕上げてみました。何をメインにしていくかによって私もいつもですね配置をすごく悩むんですけれども、こういったお花とかこうアート系のものをメインにしていく場合はだいたい薬指か中指をメインにしていただいて、同じようにですねメインのサブというような感じで親指、そしてその他のデザインを小指人差し指、そして1本外しを中指というような感じでやっていくことが多いんですけれども、例えば今回のサブメインでご紹介したこのミラーグラデーションですね、これをメインにしていくときに関しては全体的に統一していただいてもいいですし、ちょっとこれ全部はなという時には薬指と親指を外しにしていただいて、その他をこのメイン、そして薬指と親指はまたそのサブというような感じでちょっと控えめなデザインにしていくといいと思います。5本指にデザインするならこんな感じで完成になります。アンティーク感を出したお花のシールのデザイン、そこに人気のオーロラミラーをグラデーションにして、アンティーク感の中にも少し華やかさを表現してみました。このアイシングジェル、そしてオーロラパウダー、ミラーパウダーも全部ですね本当にいろいろな使い方があると思います。すべてをこう入れ込んでいくとちょっとおかしなデザインになってしまうこともありますが、全体的に統一感を出しつつ2色のパウダーとかを使い分けしていくのもいいと思います。少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。はい、ということでいかがだったでしょうか。オーロラミラーも通常のミラーアクセと同じようにですねデザインしていくのもとっても素敵だと思います。もっといろいろな方法で楽しんでいけたらいいと思います。続いて我が家のちょっとした出来事です。先日仕事の関係で私の実家にちび息子とおてんばした娘を預けたんですが、我が家のマンション暮らしとは違い、私の実家はもう父と母だけなので、私たちとこう父と母がもう家を入れ替わった方がいいのじゃないかというぐらい父と母には広すぎる家でして、行動範囲が広がってすごく動くようになったちび息子にはもうこの広さが我が家とは全然違って楽しかったみたいで、そして障害物なく動けるので本当によく動き回っていたみたいです。おてんばした娘も我が家ではもう隠れれる場所なんてもう本当に決まった場所しかないので、私の実家ではもう数えきれないほど隠れる場所があったので本当にかくれんぼをして楽しんでいました。
いつもはこう実家に行くときは私の兄弟もですね、一緒に集まったりとかするので、兄弟の子供たちも集めると本当に結構な人数になるので、そんなに広さをいつも感じなかったんですが、ちび息子とおてんばした娘だけで見ると本当に広く感じました。やっぱり広いのっていいなって思いながらも、だけど狭い我が家でも何年も過ごしてくると愛着が湧くもので、まだまだ狭い我が家で障害物を乗り越えてちび息子も頑張ってもらいたいです。以上、そんなこんなの我が家のちょっとした出来事でした。それでは今回も最後までお付き合いありがとうございました。